はい、どうも、なぎです。というわけで、今回の動画は、戦闘で死にやすい人と死なない人の違いトップ5ということで、以前動画に紹介した火力が出る人と出ない人の違いの続編ということで、あの動画がね、かなり好評だったので、味を占め、好評だったのが嬉しかったので、今回は続編を作らせていただきました。まずはね、皆さんに一つ質問なんですが、原神をプレイしていく上で、戦闘中によく死んでしまうっていう人はいますか？このゲームね、操作方法自体は非常に簡単で、普通にプレイする分には基本的には困らないんですが、こと戦闘においては、地味に奥が深い様子がたくさんあって、テクニックを知ってるか知ってないかで敵に与えるダメージが大きく変化したり、ゲームをプレイしていく上でストレスが少なくなったりします。今回はそんな中でも僕が戦闘中や戦闘の準備段階で意識している死にづらくなるポイントを全部で5つご紹介していきたいと思います。また今回の動画の注意点として、この動画の内容はね、どちらかというと原神を始めたばかりの初心者の方や、まだゲームの詳しいテクニックなどを知らない中級冒険者向けの動画となっています。もう原神は十分にやり込んでいるって人はおそらくね、当たり前の知識になっているかもしれないので、その点はご了承いただけると幸いです。今回の動画の全体的な流れとしては、まず1つ目、移動速度を上げる。2つ目、無敵時間を生かす。3つ目、キャラチェンジを生かす。4つ目、敵を拘束する。5つ目、最後にシールドを付与するという流れでお話ししていきたいと思います。このチャンネルは普段原神で動画投稿しながら不定期に生放送も行っています。特にね、生放送の方ではコメントで質問も募集しているので、何か原神で気になることなどがあれば、ぜひチャンネル登録の通知から配信に遊びに来てください。それでは早速本編やっていきましょう。はい、ということで、まずはキャラクターの移動速度を上げるというポイントなんですが、これはね、結構意識してる人もなかなか少ないんじゃないかなと思います。原神ではキャラクターの能力や武器、そして元素共鳴などでキャラクターの移動速度を上げることができます。この移動速度の上昇で探索なんかが楽になるのはもちろんなんですが、戦闘面でもこの移動速度上昇というのは非常に便利なステータスアップになります。これは結構単純な話っちゃ単純な話ですよね。足が速ければ速いほど敵からの攻撃が避けやすくなるので、こんな感じでステップなんかを使わずに敵の攻撃を簡単に避けることができます。これが足が遅かったりすると、どうしても至近距離で敵の攻撃を受けやすくなったりするので、その分ね、多くステップで無理やり敵の攻撃を回避しなければいけないっていうね、状況が増えます。そうなってしまえば、それだけスタミナがたくさん消費されるので、スタミナが消費されればダッシュする回数が増えて、その分避難もしやすくなるのかなと思います。なんでできるだけスタミナを温存するためにも、この普通の歩く速度、これがね、上がるという意味でも、移動速度上昇のステータスアップっていうのは戦闘面で大きく役に立ってくれます。ただといっても、この移動速度を上昇させる方法っていうのは結構限られてて、先ほども言った通り、まず一つ目が元素共鳴の風の効果ですね。こちらで移動速度を上げることができます。ただね、これに関しては風キャラクターを2体編成するということは、それだけ元素反応を起こす機会が減ってしまうということなので、個人的にはあまりおすすめはしません。強いて言うのであれば、サブキャラクターにウェンティやスクロスを置いてあげて、回復役にジンを置いてあげた場合、この場合は元素共鳴を無理なく発動させることができるので、どうしても元素共鳴を発動させたいっていう際は、こういったパーティー編成にしてあげるのがおすすめかなと思います。あとは武器の効果とかですね。この死風原点なんかは移動速度プラス 10% っていうデフォルトで移動速度が上がる効果を持っています。ただ、クレイとかの場合はもともとチビキャラなので移動速度が遅いので、これを持ったとしてもガイアとかディルクとかの足の速さには追いつけないそうです。これは悲しい事実ですね、あまりにも。ただもちろん、これつけないよりかはつけておいた方が移動速度が上がって被弾も減るので、耐久の低いクレイなんかは少しでも移動速度を上げてあげた方がいいかなと思います。あとはキャラのテンプとかキャラの特殊能力なんかで移動速度を上げることができます。例えば、このディオナのキャッツテールの裏メニューというパッシブスキル、常時発動型のスキルですね。この能力でシールドを張ってる最中は移動速度をプラス 10%、そしてスタミナ消費をマイナス 10% してあげることができます。もちろん先ほどの風の元素共鳴もそうなんですが、スタミナ消費が小さくなれば小さくなるほど、無駄なスタミナ消費が減るので、その分、このスタミナを銃撃とか、たくさん回避に回してあげることができるので、死にづらくなるというメリットもあります。なので、キャラクターの移動速度とスタミナ消費を効率よくしてあげるっていうのが、意外と戦闘で死ななくなる秘訣なのかなと思っています。これがあるのとないのとでは結構戦闘面のストレスというか、便利さがね、変わってくると思います。あとは純粋に移動速度が速ければ、それだけフィールド探索もね、楽になるので、この移動速度とスタミナ消費っていうのは、できるだけ上げておいて、損はないかなと思います。はい、ということで、続いては無敵時間を活かすということで、これはね、もうすでに意識してる人も多いと思うんですが、原神ではステップを使うことで敵の攻撃を避けることができます。このステップには一定時間、無敵時間があって、タイミングよく敵の攻撃を避けてあげることで、絶対に攻撃が当たらない時間というものがあります。
こんな感じですね。今のもダメージを受けていませんでした。まあ、あんな感じでステップを使ってあげることで、まあ、たとえ当たっている場所だったとしても敵の攻撃を避けてあげることができます。まあ、なのでこの無敵時間っていうのはうまくね、有効活用してあげることができれば、それだけで戦闘での死にづらさが変わってくるかなと。で、もう一つの無敵時間。これが元素爆発ですね。元素爆発にも無敵時間があるので、そちらを使ってあげることで敵の攻撃を避けることができます。まあ、例えばこの竜巻が来た時も、こうやって元素爆発を使ってあげることで、発動中は敵の攻撃を一切受けることがありません。これはカットイン入る入らないに関わらず無敵時間があるので、こちらをね、うまく使ってあげることができれば、敵の攻撃も避けることができます。特にこの元素爆発の無敵時間っていうのは、うまく活かすことができれば、神経螺旋なんかの難しいダンジョンでも結構ね、有効活用できるので、これはね、ぜひ覚えておきましょう。はい、ということで、戦闘中に死にづらくなるテクニック第3位。こちらがね、キャラチェンジを活かしてあげるってとこですね。うちのパーティーの場合で言うと、クレイが死にそうなタイミング。体力やばい、死にそうっていう時、スタミナもないっていう時は、こうやってディオナにキャラチェンジしてあげることで、ダメージを肩代わりさせてあげることが多いです。スタミナなんかによっては、どうしても敵の攻撃を避けることができない場面っていうのが出てきます。こういう追尾型の攻撃とかですね、あとは。こういう時も、ディオナの場合は体力がもともと2万5000、うちの場合はあるので、そちらを活かしてあげることで、一時的に身代わり作戦を立てることができます。で、回復役に身代わりさせた後に、こうやってメインキャラに再度交代して、回復をしてあげるっていうこともできるので、まあ、そこがね、やっぱディオナの強いところの一つですね。他のナナとかジンとかも回復役は結構体力が多めに設定されてるので、メインアタッカーがやばい死にそうってなった時は、急いでとりあえず回復キャラにチェンジさせてあげるようにしましょう。このテクニックもね、特に神経螺旋なんかではかなり大切になってくるので、これを使ってるのと使ってないのでは生存確率がね、結構変わってきます。特に神経螺旋では一度死んでしまったキャラっていうのは途中から生き返らせることができないので、キャラクターが死ぬぐらいだったら他のキャラにダメージを身代わりにしてもらうということを必ず覚えておきましょう。特にクレイなんかのもともと防御力とか HP が低いキャラクターをメインアタッカーとして使っている方は必須テクニックになってくるかなと思います。はい、それでは戦闘中に死にづらくなる方法第2位ということで、第2位は敵を拘束するっていうところですね。これはシンプルです。死にたくなかったら敵に攻撃されなければいい、敵に攻撃されたくなかったら敵の動きを封じてしまえばいいということで、まあ、ウェンティだったりスクロースだったりの元素爆発を使ってあげることで、こんな感じで一方的に敵の動きを封じることができます。まあ、こうなっている状態で敵に追撃を与えることで、まあ、死ぬ確率もね、かなり低くなるのかなと思います。まあ、それはそうですよね。敵が動けなくなれば死ぬことなんてまずありませんから。まあ、うちのパーティーの場合はエンティを使ってるんですが、このキャラは期間限定のピックアップキャラなので、持っていないという人はスクロースで代用してあげるようにしましょう。スクロースでも似たようなことができます。まあ、これで敵が動けなくなってる間にキャラクターの体力を回復してあげてもいいですし、先ほどのように元素スキルや元素爆発で追撃してあげるのもおすすめです。まあ、結構ね、ウェンティ持ってない、ウェンティ欲しいっていう人がね、いると思うんですが、まあ、そういう方は、このスクロースを使ってあげるのがおすすめですね。まあ、先ほども言ったんですが、このキャラの元素爆発も、ウェンティと似たようなことができるので、なおかつ火力面では、スクロースの方が高いとよく言われるので、まあ、ウェンティを持っていないという方は、最低限でも大丈夫なので、スクロースを育成してあげることをおすすめします。あとは新キャラで追加予定の勝利さんも、敵を石化する能力を持っているみたいなので、石化で敵の動きを封じて、確実に一方的にこちらから攻撃してあげるっていうのも、できるかもしれません。敵をね、石化してしまえばこちらが攻撃されることはないですし、その分戦闘で死にづらくなるかなと思います。はい、そして戦闘で死にづらくなるポイント第1位、第1位はシールドを付与するということで、まあ、これはね、僕の生放送では結構言ってるんですけど、戦闘中にシールドがあるかないかでは本当にね、世界が変わります。まあ、この原始の世界でシールドを使わないというのは、寒い冬にエアコンをつけないワンルームぐらい苦しい生活をしているのと同じです。このシールドがあるのかないのかで戦闘のストレスがね、大きく変わってくるので、これに関してはね、実際に体験してもらった方がね、わかりやすいかなと思います。まあ、シールドを生成してくれるキャラっていうのは結構たくさんいるんですけど、まあ、ディオナとかノエルとか、まあ、ユクアキとか、あとはその他岩元素キャラですね。岩元素キャラの元素反応自体がそもそもシールドを生成してくれる能力なので、まあ、パーティーに岩元素キャラクターを入れてあげてもいいですし、風と岩元素を両方入れてしまうと火力が落ちるので、それを嫌うという人は、まあ、先ほど言ったディオナだったりユクアキだったりを採用してあげるのがいいかなと思います。特にディオナはね、レベルによっては1万ダメージ以上のシールドを作ってくれるので、シールドをつけるだけで実質体力が2倍みたいな感じになるんですよね。まあ、なおかつこのシールド中は移動速度が上がってスタミナ消費も少なくなるので、先ほど言ったように戦闘中での事故率も下がります。まあ、なんて言ってもね、やっぱシールド中っていうのは敵の攻撃を受けてもひるまないのがとても便利で、まあ、一度シールドさえ張ってしまえば敵に囲まれても全く困ることなく一匹ずつ敵を処理することができるので、まあ、便利なのはもちろんなんですが、戦闘のストレスがかなり軽減されます。まあ、これに関してはね、今まで何度も言ってきてはいるんですが、やはりね、まだシールドキャラをパーティーに入れてない
ないっていう人は結構多いと思うので、ぜひ一度キャラクターを育成して試してみてください。まあ、ディオナ以外にもノエルなんかはパッシブスキルで HP が30倍以下になったタイミングで自動でシールドを貼ってくれたりするので、まあ、ピンチになった時の救済措置としてはね、ノエルのこのパッシブスキルっていうのは非常に強力かなと思います。このシールドが貼られてるうちに体力を回復したり、他のキャラにチェンジしたりっていうすることができるので、まあ、防御面ではこのノエルのパッシブスキルは非常に便利かなと思います。まあ、もちろん新キャラの勝利さんも岩元素キャラクターなので、ギャフ反応さえしっかり起こしてあげれば味方にシールドが付与できると思います。まあ、そう考えると勝利さんって敵を拘束できる上にシールドを貼れるっていう意味ではね、まあ、使ってあげるだけでパーティーの安定感が大きく増すキャラクターなんじゃないかなと個人的には予想しています。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。最後にまとめとして順番に見ていきましょう。まあ、戦闘中死にづらくなるポイント全部で5つ今回ご紹介させていただきました。1つ目が移動速度を上げるということですね。移動速度を上げて敵からの被弾を減らしながらスタミナの消費も抑えるっていうねことを意識してあげるといいと思います。そして2つ目が無敵時間を生かすですね。このゲームではステップの一定時間無敵が発生する上に元素爆発発動したタイミングが無敵時間があるので、この2つをうまく生かして敵の攻撃を避けてあげましょう。3つ目がキャラチェンジを生かすですね。自分の使っているキャラクターがピンチの時に体力に余裕のあるキャラ、特に回復薬なんかはもともと体力が多いので、そういった回復薬にキャラチェンジしてあげるのがおすすめです。4つ目が敵を拘束するってところですね。ウェンティやスクロースで敵を空中に拘束してあげたり、あとは新キャラの勝利なんかが石化能力を持っているみたいなので、そこもねうまく活かしてあげることで戦闘中敵から受ける被弾が少なくなるのかなと思います。そして最後はシールドを付与する。まあ、これはね個人的に一番おすすめの方法です。まあ、ディオナやノエルなんかのシールドの効果で敵からの吹っ飛びを防ぎつつ、なおかつ被弾も抑えることができるってね、このシールド能力っていうのは非常に便利なので、ぜひ皆さんディオナもしくはノエルを育成してあげてみてください。まあ、ぶっちゃけねこのシールドがある世界を一度知ってしまえばもう二度とシールドのない戦闘には戻れませんっていうぐらい戦闘が快適になるので、もうね再三で申し訳ないんですが、このシールドはとてもおすすめです。ぜひお試しください。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、結構ね基礎的なお話になってしまう部分が多かったと思うんですが、参考になったって方はぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。生放送では質問の方も受け付けているので、ぜひね生放送の方にも遊びに来てください。それではご視聴ありがとうございました。